どうもこんにちは、笠原です。今日は、ワンちゃん猫ちゃん用の循環式給水器ペットキットのドリンキングウォーターファウンテンのご紹介レビューをしていきたいと思います。今日ご紹介するこの商品自体は僕がもう3年ぐらい自宅で愛用している循環式給水器になります。一度も壊れることなくずっと使えてますし、まあ、2匹トイプードル、ケイティちゃんとハーフちゃんを飼ってるんですけれども、水もたくさん飲んでくれますし、まあ、健康にもいいのかなと思って大変おすすめの商品なので、今日はこちらをご紹介していきたいと思います。いい点だけじゃなくて悪い点も含めてご紹介していきたいと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。この循環式給水器っていうのは、このタンクにお水を溜めてモーターでこう循環させることで、フィルターを通してホコリを取り除いてくれるっていうような商品なんですけど、多分使ってる人ってあんまりいないのかなと思ってます。でイメージ的には1割ぐらいの人が使っているのかな、1割とか2割ぐらいの人かなとは思うんですけれども、多分ほとんどの人はお皿にお水を溜めて床に置いて置き水であげてる人とか、あとサークルにこう取り付けるタイプの、ね、ペロペロ舐めるタイプのそういった給水器を使っている人がほとんどじゃないかなとは思うんですけれども、一応この循環式給水器っていうのは、もちろんこのフィルターがついてるのでホコリを取り除いてくれるんですけど、それだけじゃなくて他にも、例えばお水をたくさん飲んでくれるようになったりとか、あとは軟水にしてくれるフィルターなんかが、ついてる商品もあるので、そういった点でも、ワンちゃんにとって、健康的なお水に変えてくれるっていうような商品も中にはあったりするので、そういったところも含めて詳しく、お伝えをしていきたいと思います。じゃあ早速の中身見ていきたいと思います。結構しっかり梱包されてます。こんな感じです。中身は説明書が1つ、あとこれは多分フィルターです。こんな感じで付属のフィルターが1枚セットで入ってます。一応こちらが本体になります。で多分電源コードですね。さっきのあの循環式給水器が、お水をよく飲んでくれるようになるっていう話なんですけど、なんか科学的なデータとか証拠があるっていうわけじゃないんだと思うんですけど、なんとなくこうイメージしてほしいのは、例えば野生の動物で鹿とかウサギとか、そういった動物が、お水を飲むときに、例えばこういう地面にこう溜まった水たまりのお水よりも川をこう流れてるお水、そういったお水の方が、綺麗だし清潔だっていうふうにその野生動物も本能的に理解はできるんじゃないかなと思ってます。お家で飼っているペットのワンちゃんとか猫ちゃんもおそらく本能的にそれは理解してるんじゃないかなと思います。だから、置き水を、置いているよりも、こういうような動きのあるというか、循環しているこういう給水器の方が1日の中でワンちゃんとか猫ちゃんが飲むお水の量っていうのはおそらく増えるんじゃないかなとは思います。だそういう意味で、お水の飲む量が増えますよっていうところでも結構おすすめをしてます。あと中はこんな感じですね。これがモーターで、モーターの中にゴミとかワンちゃんの毛とか猫ちゃんの毛とか細かいものが入らないようにここでシャットアウトするようなそういうフィルターが1個ついてます。今ちょっとお水にこうつけて準備してきました。ごめんなさい、さっき、お水をよく飲むようになるっていう説明の中で、言おうと思ってて忘れてたんですけど、特にその猫ちゃんなんかが顕著かなと思うんですけど、例えばお家の中で、キッチンとかで蛇口をこうひねった時に猫ちゃんが、そのお水を飲みに、キッチンに上がってペロペロ蛇口の水を舐めるような仕草とか結構見られるんですね。なんか猫ちゃん飼ってる人は多分あるあるじゃないかなと思うんですけど、例えばインスタグラムの結構人気のなごむちゃんっていうインスタグラムに出てる猫ちゃんがいて、その子はフォロワーが23万人ぐらいの結構すごいインスタグラムで、めちゃめちゃ可愛いんですけど、その子のインスタグラムも内容が
なんかね、いつも飼い主さんがトイレをするときにトイレの中に一緒について入ってきて、まあ、最後お水を流すときにタンクの上に登って手をこう洗う、タンクの上の手洗いあるじゃないですか。あれをなごむちゃんが一生懸命飲むっていう、でそれがなんかちゃんと飲めてなくて、それがすごい可愛いんですけど、よかったら、概要欄にリンク貼っておくので、よかったら見てみてください。すごい可愛いのでおすすめです。でまあまあそういう、光景が見られるぐらい、まあ、猫ちゃんもやっぱりそういう流れるお水が好きっていうのは、まあ、よくある話かなと思います。で今お水をつけてきたんでこれ入れますけど、まあ、実際ちょっと使うときはこの辺も綺麗に洗って使ってください、まあ、あんまり洗剤は使わない方がいいとは思うんですけど、軽く水で流す程度で。今ちょっとお水入れてきます。はい、ちょっとマックス線までは入れてないんですけど、だいたい3分の2ぐらいお水入れてきました。でこれをここにセットして、でフィルターをセットしたこのトレイを、はい、つけて、で最後この飲み皿というか最後のトレイですね、はい、でこんな感じで。循環式給水器はやっぱりこの電源が、必要で、電源につなぐ必要があるので、まあ、そこはちょっとまあデメリットというか、まあ、しょうがないんですけど、電池式なんて多分ないので、まあ、僕が知る限り全ての商品は全部こういう電源が必要なタイプですね。これ電源がコードが下にあるんで、お水入れる前に入れた方がいいです。今ちょっと電源をつけました。こんな感じで最初ちょっと青く光ります。でここに電源ボタンがあるので、ここを一回押すと、まあ、こんな感じでお水が出てきます。でこれでセッティングは完了なんですけど、あとまあ最初に言ったお水を軟水にしてくれるっていう話をちょっと具体的にしていきたいと思います。で軟水とか硬水とかってお水によくあると思うんですね。例えばコンビニとかスーパーで売っているミネラルウォーターなんかも、こう裏面の表示見てみると硬水とか軟水とかって書いてあると思うんですよ。で海外のなんか何ですかね、ボルビックとか分かんないんですけど、ああいうお水って結構多分硬水って書いてあったりするんですね。でワンちゃん猫ちゃんにお水を飲ませる時には、基本的にはあんまり市販されてるペットボトルとかのミネラルウォーターっていうのは良くないっていうのはまあ言われてて、まあ、ご存知の方も多分いるとは思うんですが、中でも軟水のお水がいいって言われてるんですね。この商品は、フィルターがさっきついてたと思うんですけど、このフィルターが、まあ、例えば水道水なんかを入れた時に、フィルターを通るとお水を軟水にしてくれるっていう機能もついてます。でワンちゃん猫ちゃんは軟水がいいって言われてるので、まあ、そういうワンちゃん猫ちゃんのためにそういう機能がついてます。で軟水になると何がいいかというと、尿路結石、っていう病気に関してはおそらくすごく効果はあるのかなと、まあ、効果といってもまあ予防がメインになるとは思うんですけど、ただこの循環式給水器の全てが、そういう軟水にしてくれるフィルターがついてるっていうわけではないので、そこはちょっと注意が必要です。割とまあ安いというか、まあ 2,3,000円ぐらいで売ってるような循環式の給水器はそこまでの機能はおそらくあんまりついてないんじゃないかなとは思います。でもパッケージ見ればおそらくわかると思うので、例えばこの商品だと、ごめんなさい見づらいです、ここに軟水化って書いてあると思うんですけど、このイオン交換樹脂により結石の原因となる金属イオンを取り除きますって書いてあるんですね。これがこのフィルターの、まあ、特徴の一つになります。どうして僕がこのペットキットのドリンキングウォーターファウンテン2を使っていて、まあ、3年愛用してるんですけど、皆さんにお勧めできるかっていうのはちょっとここから少し具体的にお話をしていきたいと思います。音がめちゃめちゃ静かなんですよ。このまま外せるんですお水。もちろんその電気代も少しは安くなりますし、